みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと272日となりました。みなみです。マイアミではありません。皆さん花粉症は大丈夫ですか？私は花粉症です、はい、なんか昨日からずっとこう美空ひばりさんの真っ赤な太陽を聞いてて、しかもなんか大高しずるさんがコピーじゃねえ、カバーしてるんですよ。コピーってなんやねん。それがね結構いいんだよ。タブラの音とか入っててめっちゃかっこいいんですけど、そのうち踊りたいんだけど、いつ踊ろうかなって思ってます。昨日はね打ち合わせしたりとかいろいろ、昨日一日結構忙しかったですね。ドタバタと過ごし、今日に至るという感じなんですけど、で今日はちょっととあるところにお呼ばれしておりまして、何が起きるかな、楽しみにしてるから。なんかテレビでホスピスの話をやってますね。なんかこうやっぱりね、ちょっと今年の4月は激動ですね。まあそんな4月があってもいいよね、たまには。あんまりこう、でも去年の4月とか何してたかもほとんど覚えてないけどね。でもなんかそのコロナで世間が騒ぎ始めたのが4月だったのを覚えてるんですよ、2年前ぐらい。だからまあ4月ってそんな感じなんかな。4月乗り切ったらちょっと5月自分にご褒美あげます。こうほら女子がよくやる自分へのご褒美みたいな。よくわかんないけどね、っていうのをやりたいと思っております。だいぶね髪が伸びたんですよ。どこまで伸ばすんですかって聞かれるんですけど、まあとりあえずお尻までだよね。5分前だろ。はあ、なんだっけ。まあちょっとねテレビ気が散るな。まあ時間がやばい。いや何かを、まあいつもそうなんですけど、何かを話そうと思ったわけではなくて、まあでもいろいろあるけれども、なんかこう元気で入れたらいいね。元気で入れたらいいねって感じで、なんかでもいろんなことにやっぱり今年も挑戦をしていこうと思うので頑張ろうと思います。ダメだ、もう美空ひばりがずっと流れてる頭の中に。いいね。
月も好きだけどやっぱり太陽が好きだな。でも月好きだよ。まあ皆さん、なんか同じこと言ってるもしかしたらさっきといろんなことがありますが、今日もいい一日でありますように。あれだね、これを更新するときにそういうことをなんか願っていられる心があったらいいねということを思います。というわけで私はそろそろタイムリミットなので行きます。お気をつけてお過ごしください。お過ごしくださいって お気をつけてお過ごしください。では。Yeah.